豊田ジャンクション付近の空中写真。対称形の曲線を描いて流入するハーフタービン形式を採用。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成豊田ジャンクションは、愛知県豊田市吉鴨町に所在する、東名高速道路と伊勢湾岸自動車道のジャンクションである。E1 東名高速道路と E1、A 伊勢湾岸自動車道が交差する、ハーフタービン型のジャンクションで、東名高速道路の上を伊勢湾岸自動車道が通過する。東京方面と名古屋、大阪方面を結ぶ2ルートの高速道路が交差する、ポイントであるため、8本のランプウェイのうち半分のランプについては、半径を緩く設計して、ランプ内の最高速度は、時速 80km に設定されている。なお、当該ジャンクションは、第一東海自動車道と第二東海自動車道が10文字で交わる、唯一のジャンクションでもある。高規格の路線が交わるため、JCT 全体の敷地面積は、約20万立方メートル、名古屋ドームの5倍の巨大なジャンクションとなっている。神奈川県の伊勢原 JCT 伊勢から長らく第一、東海自動車道に対して山側であった第二、東海自動車道は、豊田 JCT で東名をまたいで海側に路線を変え、西三河を通過して、終点の名古屋港へと至る。豊田東ジャンクションから、豊田 JCT までの約 5km の区間は、深車線があることで、往復8車線となっている。ここから、東名高速道路の小牧 ICE までの区間では、利用距離あたりの高速料金が大都市近郊区間の料金水準となる。2003年3月に東名高速から分岐して、豊田東インターチェンジを結ぶジャンクションとして、供用を開始した。距離にして、わずか 1.9km の枝線であったが、それでも、当時、豊田市内で唯一のインターチェンジであった豊田インターチェンジが、その連絡道路も含めて渋滞に悩まされていたものが、この枝線の開通によってインターへの流出入交通が分散化されて混雑解消に寄与した。そして、当該 JCT が東名と第二東名を連絡する初めてのジャンクションとなった。2004年12月には、当該 JCT 豊田南 IC 間の開通によって全方向アクセスのジャンクションとしてオープンした。これにより、東名の岡崎伊東と名古屋 IC 経由で名古屋都市圏を結ぶ交通が豊田 JCT、名古屋南 JCT を経由する流れにシフトしたことで、東名の豊田 JCT 名古屋 IC 間の交通量が減少して渋滞発生回数が開通前と比較して5割減少した。今回開通によって1976年以降、伊勢湾岸道路に豊田四日市間を結ぶ東名高速東名阪自動車道の連絡機能を持たせるという計画が30年近い歳月を経て日の目を見ることになった。2005年3月から9月まで開催された2005年日本国際博覧会の最寄りの駐車場が、東海環状自動車道の豊田藤岡インターチェンジ、及び東名高速の東名三好インターチェンジに隣接することになった。そこへ至るアクセス経路に、豊田 JCT が位置することから、万博駐車場の案内表示を、ジャンクション分岐部に各々設置した。田園風景に溶け込ませることを狙って橋脚に着色している。ジャンクションにおける橋脚数は275基で、このうち125基について着色している。ジャンクション付近は田園地帯であり、仮に着色なしのコンクリート地肌の状態では殺風景であることから、何らかのデザイン処理を施すことになった。日本道路公団は、東京湾、アクアラインの進入路擁壁の意匠を担当したデザイン事務所。スチュディオハンデザインに、ジャンクションのコンセプト設定、デザインを依頼した。当初はジャンクションがサークル状をなすことを考慮して、方向性よりも垂直軸を強調する意図から、橋脚形状を円柱型に統一することを画策した。しかし、身体申請基準や構造上の問題もあって、断面形状が小判型及び小判から耳のような針が飛び出した不揃いな橋脚となったことで、別要素のデザインを考え出すことになった。形に縛られないデザインを検討した結果、周辺の田園風景との調和を図るために、テクノフォレストと名付けたコンセプトのもとに橋脚及び主桁に着色を施し、合わせて素材感を表現すことにした。なお、主桁が金属製であるのに対して橋脚はコンクリート製であることから、橋脚の着色は塗装によらず酸化鉄の顔料をコンクリートに練り込むことにして、これにより素材感を表現した。カラーは6色で、すべて自然の中にある色を選択した。2ルートが交差する中心点を赤色系として、そこから同心円状に離れるに従って、黄色、緑色、薄緑色へと変化する。赤色系は冬の枯葉、ないし秋の紅葉、黄色は夏の夕焼け、緑色は春の新緑で季節感を表し、ジャンクション全体では四季折々の変化を表現している。これらのカラーコンクリートは、ジャンクションを森に例え、その森を形成する樹木にもなぞらえている。そして、ジャンクションの形態に沿った、急進性と広がりを感じさせるとともに、それぞれの色が、四季や天候の移り変わりによって変化することで常に違った、表情を表現し、見るものを飽きさせないという意図がある。一方、橋脚に対して主桁は、空色のカラーリングを施している。これは自然の森のように木々の上に広がる大空を表現したものである。なお、酸化鉄顔料は堅牢で耐光性、耐光性に優れることから、歳月の経過とともに退色することを防ぎ、塗装も不必要でメンテナンスフリーに寄与することとなった。ただし、現場打ちコンクリートに顔料を使用することの難点は、発色管理が難しいことで、混合する色の比率を試すなどして20種類以上の試作品を作ってからの現場打ちとなった。顔料はドイツのバイエル社製で、原色のみのラインナップであるため、それらを混ぜ合わせて望む色を打ち出した。現場に到着した生コン車のホッパーに顔料を投入し、5分以上、アジテーターで、攪拌の上、出来上がった、カラーコンクリートを、ポンプで圧送して、現場打ちした。工事で使用した顔料の価格は、工事費用の約 2%、2億1000万円に、上った。ジャンクションの照明は、特に、ランプウェイでは、定位置におけるライン照明を採用した。通常のポール式は周辺部への光の漏洩による公害が心配されたことや外部からの景観に配慮した結果、取りやめとなった。定位置ライン照明はパイプ状の細長い形状をしており、定位置に設置されることから路面を照射することでランプウェイの視線誘導にも組みしている。ありがとうございます。